日本へ来てからどんなものを買いましたかえーと、自転車を買いました。私のアパートから学校まで歩いて40分で、とても不便でしたから。えー、どこで買いましたかハッピースーパーというスーパーで買いました。クラスメイトに、ハッピースーパーで安い自転車が買えると聞きましたから。そうですか。それで、私は学校が終わってから一人で買いに行きました。へ、えー。でも 安い自転車がなかったので、店の人に安い自転車はありませんかと聞きました。お店の人は、自転車のセールは明日ですよ、と言いました。私は少し恥ずかしかったです。次の日、もう一度スーパーへ行って買いました。ああ、よかったですね。今、新しい自転車でいろいろなところへ行けるので、とても便利になりました。 日本へ来てかからどんなものを買いましたかえーと自転車を買いました私のアパートから学校まで歩いて40分でとても不便でしたからへー、どこで買いましたかハッピースーパーというスーパーで買いましたクラスメートにハッピースーパーで安い自転車が買えると聞きましたからそうですかそれで私は学校が終わってから一人で買いに行きましたへ<ー>でも。 安い自転車がなかったので、店の人に安い自転車はありませんかと聞きました。お店の人は、自転車のセールは明日ですよ、と言いました。私は少し恥ずかしかったです。次の日、もう一度スーパーへ行って買いました。ああ、よかったですね。今、新しい自転車でいろいろなところへ行けるので、とても便利になりました。